不労所得は夢物語じゃない。こんにちは、冬子です。今回は新ニーサを使って月3万円の配当金をもらう方法について解説していきます。この動画を最後まで見れば、新ニーサの仕組みのおさらい、月3万円の配当金をもらうための具体的手順、日本株と米国株どっちからやるべきかっていうのがわかります。月3万円の配当金欲しいですよね。不労所得最高ですっていうことで、視聴者さんと一緒に資産形成を頑張っていきたい、そんな思いでこの動画を作りました。私は現在年間17万円税引き後で月1万円強の配当金をいただいています。配当金がちょっとずつ増えていくに従ってどんどん生活が豊かになっていく実感があるので、配当金投資ってやっぱりいいなって思うわけですよ。っていうとなんかうわ自慢かよって思った方いると思うんですけど、違うんですよ。私投資ど素人だったわけです。その私がここまでできたんです。皆さんにもできるはずです。一緒に月3万円の配当金を目指していきましょう。楽天証券と SBI 証券が高配当株投資にはおすすめです。米国高配当株は SBI 証券と楽天証券どちらでもいいですし、日本株は SBI 証券が特におすすめですね。まだ口座開設をしていないという方は概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきましたので、詳細を確認してみてください。私は投資について他にもこんな動画を出しています。今後も投資初心者さん必見の動画をアップしていきますので、今のうちにチャンネル登録して一緒に勉強していきましょう。今回の目次がこちらです。最初に結論、次に新ニーサの概要、米国株と日本株どっちから始めるべき、米国高配当株の中身を紹介、米国株で月3万円の配当金を得る方法、日本株で月3万円の配当金を得る方法、最後にまとめです。まず最初に結論ですね。日本株よりも米国株の方が簡単なので、まず最初に米国株の高配当株投資をやることをお勧めします。月3万円の配当金を得るのにかかる年数なんですけれども、日本高配当株がこちらですね。年間投資額36万円の場合は月3万円の配当金を達成する年数は18年です。米国高配当株がこちらで、年間投資額36万円の場合は20年後に配当金が月3万円になります。こちらのデータから分かることっていうのが、20年以内にコツコツやっていけば月3万円の配当金っていうのは全然夢物語じゃないよっていうことですね。ってなると方法が気になってきますよね。どういう風にやっていけばいいのとか、具体的にどうすればいいのかっていうのが気になると思います。そういった具体的な話は動画の中盤から解説していますので、概要欄から見たいところから飛んで見ることもできますので、見てみてください。まず最初に新ニーサの概要についてですね。そもそもニーサって何っていうことなんですけれども、普通に投資をやると投資で得られた利益に対してこんな感じで約 20% 課税されます。この図だと投資で20万円増えてもその20万円に約 20% の税金がかかるので、4万円が引かれて自分の手元に来る利益っていうのは16万円に減っちゃうんですよ。ニーサの場合はこんな感じで20万円増えた利益に対して税金がかかりません。通常は4万円を税金で持っていかれちゃってたんですけれども、NISA ではその4万円も自分の手元に来ます。ということで NISA は超お得な非課税制度です。この NISA の仕組みっていうのは、現状の NISA も2024年から始まる新 NISA も同じです。そして新 NISA の概要がこちらですね。上が現状の NISA で、下が新 NISA ですね。現状の NISA は一般 NISA、 積み立て NISA、 ジュニア NISA の3本立てです。それぞれ年間で投資可能な金額、つまり年間投資枠であったりとか非課税期間が制限されていたんです。新 NISA では年間投資枠はかなり制限が緩くなりました。一般NISAは成長投資枠と名前が変わって年間上限が240万円になりました。積立NISAは積立投資枠と名前が変わり年間上限が120万円に。積立投資枠と成長投資枠が両方できるので、トータルでの年間上限は360万円です。非課税期間は無制限になりました。課税されないと利益の全てが手取りになるので嬉しい制度ですね。まさに神改正です。以上、新NISAの概要でした。新NISA制度の疑問についてだったりとか、2023年はNISAを始めない方がいいのかといった疑問に答える動画はこちらですね。答えを言っちゃうと2023年もNISAを始めちゃって大丈夫です。気になる方は概要欄からチェックしてみてください。今回の高配当株投資の話は、この新ニーサのうち成長投資枠を使った投資の戦略ですね。日本株と米国株どちらから始めるべきかっていうことなんですけど、個人的には米国高配当株から始めた方がいいと思っています。米国高配当株は有料な ETF、 つまり高配当株の詰め合わせパックですね。その ETF っていうのを買えば有能な証券会社の中の人が運用をやってくれるわけです。手数料も非常に低いのですごくいいということなんですけど、それに対してですね、日本株は
が1銘柄ごとに銘柄を選ぶ必要があるので難易度は米国高配当株の方が低い、簡単ということですね。日本高配当株の ETF、 つまり詰め合わせパックっていうのも存在はしているんですけれども、長期で保有するのに向いていない銘柄も入ってたりします。もちろんですね、中身を理解した上でその日本高配当株の ETF を買うっていうのは全く否定はしないんですけれども、高配当株の初心者さんはそうはいかないと思うんですよ。なんか中身を理解するとか結構ハードル高いですよね。なので高配当株初心者さんはまずは米国高配当株からやるっていうのをお勧めします。次に米国高配当株の紹介ですね。 SPYD、VIM、HDV について紹介していきます。この3つの ETF っていうのはアメリカの高配当株に投資できる投資信託ですね。 SPYD、VIM、HDV っていう感じでアルファベットだと一見難しそうなんですけど、ただの名前なので鈴木、山田、田中みたいなもんだと思ってください。こちらがまとめの表ですね。 SPYD、VIM、HDV っていうのは略称で、一番上に略称を書いてます。その下の名称のところに書いてあるのが正式名称ですね。 SPYD は80銘柄、 VYM は400銘柄、 HDV は75銘柄に分散しているので、この3つを買えばかなり分散できていることになります。こちらの ETF っていうのは日本にある積立 NISA などのファンドと同じように、ファンドマネージャーとかそういう運用している人に支払うコストっていうのがあるんですよね。そのコストっていうのがこの真ん中あたりに書いてある経費率っていうやつですね。経費率は年率 0.06% から 0.08% と非常に低いので、かなりコストを抑えながら有料な高配当株に投資をすることができます。配当金は3、6、9、12月ですね。配当利回りは株価によりますけれども、最近は 3から5% です。今回は SPID、VIM、HDV を均等に買うっていう、そういうシミュレーションをやっていこうと思うんですけれども、なんでこちらの3つを均等に買っていくのかっていうことなんですけれども、私の考えるこの3つを買っていくメリットっていうのは業界分散ができるからです。こちらは SPID、VIM、HDV の業界比率ですね。それぞれ比率の高い業界っていうのが違うので、 SPYD、VIM、HDV の3つを均等に購入することで業界分散をよりしっかり行うことができます。極端なことを言うと、例えばテクノロジー業界だけに高配当株投資をしていた場合、テクノロジー業界全体が低迷した時に自分のもらえる配当金もすごく低くなってしまうし、株価も下がってしまうっていうことでめちゃくちゃ嫌なわけですよね。なのでそういった状況を避けるために、様々な業界に分散して投資したいっていうことです。こちらの円グラフは先ほどの SPYD、VIM、HDV を均等に買った場合の業界分散の比率を円グラフにしたものです。こちらのグラフのように SPYD、VIM、HDV を均等に買うことで業界を十分に分散することができます。 SPYD、VIM、HDV のそれぞれの特徴としてはこちらで、 SPYD は高い配当利回りが特徴で、 VIM は多くの銘柄に投資していて分散投資の効果が期待できます。 HDV は財務健全性が高い銘柄に投資しているという特徴があります。次に米国株で月3万円の配当金を得る方法についてです。先ほどの SPID、VIM、HDV の配当利回りと株価自体の値上がりの年率はこちらですね。配当利回りは3つを均等に買った場合は 3.6% 程度になって、株価自体の値上がりも結構高いんですよね。さすが米国株という感じで、過去データから計算すると SPID、VIM、HDV を均等に買えば値上がりによる利益は年率 4.7% でした。なのでこちらの数字を使って計算していくんですけれども、もう一つ計算に必要なのが税金ですね。米国株の配当金にかかる税金っていうのは、アメリカで 10% の税金が差し引かれた後に残りの部分に対して日本で 20.315% の税金がかかるようになっています。新NISAで投資をすればこの約 20% の部分の日本でかかる税金の部分はゼロにできるんですけれども、アメリカの 10% 分の税金っていうのはかかってしまうんですよ。なので新NISAで米国高配当株投資をした場合、配当金10万円もらえましたってなってもそのうちの 10% 税金で引かれるので、残りの9万円が手元に来るっていうことです。という感じで税金も考慮して計算したところ、新NISAで税引き後の配当金を月3万円にするには1112万円を投資する必要があります。以上のことを踏まえると、米国高配当株で月3万円の配当金をもらうのに必要な年数はこちらですね。年間投資額が36万円、60万円、120万円、240万円の場合、月3万円の配当金を達成
生するまでの年数っていうのが20年、13年、7年、4年ってことでこういう結果になったんですけれども、それぞれの投資額についてどんな感じで配当金であったり資産が増えていくのかっていうのをこの後具体的に見ていきます。まず最初に年間240万円投資した場合ですね、240万円っていうのは成長投資枠の上限値ですね。配当利回りは 3.6% で、株価の成長率は年率 4% として計算しました。こちら青色が資産額の増加で、赤色が月当たりの配当金の増加です。4年目で配当金月3万円を達成することができます。やっぱり年間240万円も投資ができればたったの4年で達成ができるということですごいですね。でもですね、年間240万円投資ができる人ってかなりレアだと思うんですよね、まあ、そんなんできねえよという感じでですね、もうちょっと投資額が少ないパターンも見ていきましょう。次が年間120万円を投資した場合ですね、7年目に配当金が月3万円に到達します。次にこちらが年間36万円を投資した場合です。20年目に配当金が月3万円に到達します。こちらの年間36万円であれば月当たり3万円なのでかなり現実的なんじゃないでしょうか。20年後に配当金が月3万円いただけるようになりますし、株価自体も年率 4% くらいは増加することが見込めるので、資産額としても1000万円以上になっています。老後資金とかの足しにするにはかなり心強いですよね。今回は配当利回り 3.6% で計算したんですけれども、実際はですね、株価が 10% から 20% 下落した時に買うっていう風にすればもっと配当利回りを上げることも可能です。実際ですね、私は年利 6.45% の配当利回りで米国高配当株ができているので、焦らずに落ち着いて暴落時に買うっていうことをしていけば、配当利回りを上げるっていうこと自体はそこまで難しいことじゃないんじゃないかなと思います。仮にですね、配当利回り 5% っていうのが実現できれば、800万円を投資すれば月3万円の配当金をもらうことができます。仮に配当利回りが 5% だった場合っていうことなんですけど、配当利回り 5% で年間36万円を投資した場合はこちらですね、この場合15年目に配当金が月3万円に到達します。という感じで、米国高配当株投資であれば SPYD、VIM、HDV を均等に買うっていうかなり明確な戦略で、再現性が高く月3万円の配当金っていうのを得ることができます。次が日本株で月3万円の配当金を得る方法ですね。日本株は米国株よりもちょっと難易度が高いです。銘柄をなんかこういろいろ選ぶとか、そういう作業が必要になってくるからですね。銘柄の選び方とか買い方についてはこちらの動画で紹介していますので、参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。日本株で月3万円の配当金を得る方法についてなんですけれども、財務優良な個別株に分散投資していく、長期で安定的な配当金を得たいっていう風に考えると、配当利回り 4%が妥当なところかなと思います。配当利回り上がれば上がるほど受け取れるお金が増えるので嬉しいんですけど、でもこれ以上配当利回りを 6%、7% っていう風に高めていこうとすると、そういう風に欲張っちゃうと長期で安定しないような、そういう株も買うことになっちゃうんですよ。なので現実的には 4% くらいかなっていう感じなんですけど、でも実際はですね、おいおい配当利回り多分上がっていくと思うんです。優良な高配当株っていうのを買っていけば。なんでかっていうと、配当金が増えるような増配株を買うとか、財務優良な安定企業っていうのをちゃんと買っていけば、年々株価も上がりますし、配当金も増えて、結果的に数年後には配当利回りが 6% 近くになっているみたいなことになると思うんですよ。実際ですね、私の日本高配当株投資の配当利回りっていうのは 5.14% なんですよね。なので結果的に配当利回りもちょっと上がっていくとは思うんですけれども、安全を見て一応計算としては配当利回り 4% で計算してみました。株価自体の値上がりについては、日本株は米国株ほど高い成長率は見込めないので年率 2% としました。新任差であれば日本株にかかる税金はゼロです。全部手取りになるわけですね。めちゃくちゃ嬉しいですね。米国株は新任差でもアメリカでかかる税金の分 10% の分っていうのが不利なので、日本株の方がその 10% の分有利です。配当利回り 4% の日本株で配当金月3万円を達成するには元本が900万円必要です。以上のことを踏まえると、日本高配当株で月3万円の配当金をもらうのに必要な年数はこちらですね。年間投資額36万円、60万円、120万円、240万円に対して、月3万円の配当金を達成する年数は18年、12年、6年、4年です。ということで、それぞれについてどんな感じで配当金が増えていくのか見ていきます。こちらが成長投資枠の上限である年間240万円を投資した場合ですね。青色が資産額の増加で、赤色が月当たりの配当金の増加ですね。4年目で配当金
3万円を達成できます。とはいえですね、米国株の時と同じで年間240万円も投資ができる人っていうのはかなりレアなパターンだと思うんですよ。なのでですね、もうちょっと投資額が少ないパターンも見ていきます。次にこちらが年間120万円投資した場合ですね、6年目に配当金が月3万円に到達します。次にこちらが年間60万円、つまり月5万円を投資した場合ですね、月5万円って言っても積み立っていくわけじゃないので単純にそういうふうには言えないんですけれども、12年目に配当金が月3万円に到達します。そして次に年間36万円を投資した場合がこちらですね、18年目に配当金が月3万円に到達します。ということで以上のように投資額と配当金の達成年数っていうのを見ていったんですけれども、米国高配当株投資と日本高配当株投資の比較がこんな感じですね。年間36万円の投資であれば結構現実的ですし、計算上は20年以内に配当金が月3万円に到達するので、老後であったりとか早期リタイアっていうものに向けて今から高配当株投資として月3万円ずつ積み立てていくっていう風にイメージすると結構実現可能ないいプランなんじゃないでしょうか。ということで最後にまとめなんですけれども、月3万円の配当金がもらえれば食費が浮きますし、あるいは光熱費、通信費が浮きます。あるいは趣味にかなりお金をかけられます。といったように生活がぐっと楽になるんですよね。自分年金としても機能しますよね。しかもですね、月3万円っていうものを目指している中で月5000円とか月1万円っていうフェーズもあったはずで、その時ももうすでに生活は少しずつ楽になっていってるんですよ。3万円を超えた後もその延長線上として月5万円、月10万円の配当金っていうのが待ってるわけです。実際私も現在月1万円強の配当金をいただいているわけなんですけれども、どんどん加速度的に生活が豊かになっているっていう実感があるので、やっぱり高配当株投資は心理面最強なんじゃないかと個人的には考えています。配当金を積み上げていくっていうのは長い道のりなんですけれども、視聴者の皆様と一緒に頑張っていけたらと思います。今回の動画は以上です。参考になった方は高評価、チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。食費が浮きますし、あるいは光熱費、通信、あるいは光熱費と、あるいは光熱費、しゅ、つ、つ、あるいは光熱費、つ、つ、ちょっと待って、もうやだ、ちょっと、もうやだ、ごめんなさい、光熱費、通信費、つ、通信費、光熱費、通信費、光熱費、通信費。